お、なんか電話が鳴ってるよ。学校の地図が貼ってある。うおー、なんだそれは。血塗られている。ここがなんか入る。図書室は鍵がかかっている。入れる。あ、なんだろう。あ、やったー。セーブ。よし。別の電話に移動する？はないのね。マトリックス方式。なんかあるね。二つの鍵が落ちてる。美術室の鍵と音楽室の鍵。なるほど。どこにある？地図見させてくれ。美術室がないね。空き教室上かな。ちょっと上行ってみようぜ。ちょっと見せてみ。あ、音楽室あるな。この上か。美術室。ビビった。あれ、これ死ぬんじゃね。あれ、これ。あ、ビビったビビった。おかったい。いきなり出てくるのやめろ。大入道。あ、落とすなよバカタレ。美術室の鍵を落としちまった。しばらくはここの中で行動するしかないということか。逆に音楽室何があるの。弾いてみようぜ。何も弾くものはないと。あ、なんかあるぜ。ノートの切り端。ベートーベンのかつらが脱げるらしい。読んでみよう。七不思議の話。みんなすごく興味あるみたい。早く次を聞かせてって。なんかすげえなってるけど。今日は4つ目を教えてあげる。夜誰もいないはずなのに音楽室から音楽が聞こえるんだ。もし見に行ってしまうとピア、無理じゃん。食べられるって本当？その食べられるってそっちの意味？ピアノに口ってあるの？音楽室には近づかないでおこう。もう来ちゃったんですけど。交換日記の続きみたい。もう手遅れなんですけど。あ、やばいね。すげえ、めっちゃ暴れるじゃん。ほい、すげえ、めっちゃ暴れるじゃん。あ、やばいかも。あー、しまった。ここ行けるかやってみようぜ。あ、開いてんじゃん。なんだ今度は。なんだ、読んでみよう。5つ目の噂はトイレの花子さん。うわー、オーソドックス。北棟2階の一番端の女子トイレで花子さんが泣いてるんだ。友達が欲しいってね。絶対に会いたくないけどちょっとかわいそうだな。お化けじゃなければ友達になれたのに。絶対に友達になってもいいよって言っちゃダメだよ。僕なら、友達なら僕がいるでしょ。僕友達、確かに。君って何年の何組。今度昼休みに遊ぼうよ。いや、知らんのかい。交換日記の続きみたい。これって行けってこと。あ、というかそうか、どっちみち落としてるもんな。あ、行くのか。あ、めっちゃ泣いてんね。俺逃げるの苦手なんだよな。泣いてるね。泣いてるよ。やだな、やだな、怖いな怖いな。違うな違うな。もはやどこ。どこだろう。戻ろうとしたら話しかけられる的なやつか。
いや違うか。うわ、しまった、ライトが消えちゃった。懐中電灯つけなきゃ。はい、あ、違う、ちょっと派手にやってる。あ、お、すげえ、あ、泣きやんだ。あ、出てきた。うん、遊ぼう。やだよ、やだ。あ、遊ぼう。やだ、遊ぼう。やだ、あれ、これ死ぬ。お、おお、びっくりした。あ、いつの間にか何か落ちてる。なんぞ。図書室の鍵、ったく。へえ。あ、今度は何の攻略法だい。またノートが落ちてる。なんぞ。でもさっきの花子さん声可愛かったね。読んでみよう。6つ目の噂は、あ、あとついに1つじゃん。あ、美術室ラスボスか。6つ目の噂は図書室の呪いの本について。本を手に取っちゃうとお化けに好かれるんだって。知らない本には触らない方がいいよ。僕、七不思議の話は飽きてきたよ。そろそろ他の人ちょっとそういうの良くないよ、辛辣すぎるよ。でも最後に何かあるんじゃないか、その交換日記。大丈夫、わざわざ。きあ、なんかすごい嫌な音がする。嫌な家。あ、やべえな、これ。やべえな、これ。すぐ逃げろよ、お前。あ、やべえ、これ。あ、やべえ、これ。はい！あ、ダメだ。セーブしたいですけど、あ、ダメだ。くそ。セーブしたいです。セーブ。セービングミー。よし。オッケー、聞こえるぞ。あ、来てるね。おお、よし、大丈夫そうかな。じゃあ図書室に入りましょう。図書室の鍵、はい、開きましたけど、でどこかな。でも美術室の鍵って本当にある？これ絶対取っちゃいけないやつ。あ、それでちゃ取っちゃいけないやつだって。本、床に本が落ちてる。交換日記に書いてあった呪いの本かもしれない。注意して、見るなよバカか。ダメって言われたらダメなんで無視します。あ、無視しますね。ダメですよ、呪いの本とか触っちゃいけませんからね。あ、もうあれ絶対ダメなやつでしょ。無視しちゃいます。これは罠だ。触ってみようか。あ、はい。こうやって回収していくかない。はい。あ、あ、はい。こうやって回収していくかないのか。よし。これ絶対まずいんじゃん。これ絶対まずい。はい。あぶねー。ああ、はい、はい、危ねえ危ねえ危ねえ。なんかちょっとあれなんだよな、パックなんだよな、パックの剥がしたやつが襲ってきてるみたいな。やめて、もう消えて、もう消えて、もうやめて、うふふふ、やめて、ふう、やめて。
危ない危ないよ危ないよお前ら。近いよ、もうパーソナルリアリティ。何それ。はい、赤いやつほど遠いのか。うえお疲れちゃん。まだある？ん？ん？このピコンは何？ん？床に本が積まれてる。町の民話が集まってる本だよ。高い木に登った人が滑り落ちて竜宮城みたいなところへたどり着く話が載ってる。この町の子供はみんな知ってるお話だ。へえ。あ、この本何か挟まってる。鍵みたい。取れる？あ、取った。生徒会室か。ええ、着いた着いた。またノートが落ちてるよ。今度は読んでみよう。七不思議の最後の噂はもう聞きたくない？クラスのみんなが信じてくれなくて確認してこいって、ん？来いよって言うんだ。だったら一緒に七つ目の噂を確認しようよ。北校舎2階の一番、ああ、こっくりさんをする。本当にあるの？大丈夫だよ。それより夜の学校で遊ぶのときっと楽しいよ。わかった。じゃあ、肝試しに行こう。ちょっとこたつつけていい？寒い。あ、寒いっていうのは怖いって意味じゃないよ。じゃあ行くか。見て。よいしょと。で、ちょ、もう一回あのセーブ挟みたいね。あっ！はい。はい、セーブ完了。なんかめっちゃ騒いでんだけど。生徒会室。生徒会室の鍵かかってるみたい。鍵開いたけど。すごいな。あれ？先生の日誌3。先生が書いたのと突然学校に来なかったと男について書いてある。でも気持ちはわかるな。僕も学校は怖いからとかそういう問題じゃねえんだよ。あれ？クリだ。開かない。なぜ？あ、なんかあったぞ。あ、これ空き教室の鍵だ。これで思い出のあの教室に入れる。思い出？あ、あれね。あ、開いたぞ。で、なんか落ちてんぞ。またノートが落ち、ノート自体が落ちている。切れ端じゃなくて。なんぞ？読んでみよう。ごめんなさい。ん？ごめんなさい、ごめんなさい。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。何回言えたか勝負みたいになってる。あれ、ん？お帰りください、お帰りください。遊ぼうって約束したのに、せっかく会えたのに、つまんないの。ねえ。今読んでるそこの君。今度は君が一緒に遊ぼうよ。あら。しまった。いや、お前かい。危ない危ない危ない。おい、お前、お、ちょ、ちょ、あの体力ないんです僕。あの体力に自信がなくてね、ごめんね。ちょっと体力に自信がなくてね。ちょ、あ、ちょ、追いついちゃう、追いつけちゃうよ。ちょ、はい、これだ。鍵開いた。入って入って入って。よし。よし。で、問題はここに何があるのかだ。あー、これ、こっくりさんの紙。こっくりさんの紙だ。ひらがなが並んだ紙が置いてある。五円玉を使ってこっ、あー、する。こっくりさん、こっくりさん、お呼びじゃないか。い。あ、これ動かすの。ほい。おお、なんだ。あ、そ、ほ、
濁点は？あ、これやばいんじゃん。あ、あ、お前なんだよ。あ、消えた。え、こっくりさんの方が強かったってこと？うっ、あれ、あ、出たか。これ絶対目つぶっちゃいけないやつだよな。あれ、あれ、なんか盛りだくさんですよ。え、これいける？あ、いける。はい、よし。手には乗れないぞ。あ、ちょ、危ねえ。バカ。あれ？出てきた。あ、あ、違う。危ねえ。はい。これか。間違った。これ。間違った。じゃあもうこれじゃん。なんだよもう。これ違った。危ない危ない。はい、危ねえ。いやー、ピアノが一番苦手。え、あの初見さんが来ましたけど、ちょ、あ、ちょ、何、ちょ、初見さん、初見さん、いやいや、ちょっと血が濡れちゃって、血が抜いちゃって、血濡れちゃって、ちょ、やめてよ。あー、ちょっと、あの、血が濡れちゃったから、あの、あ、危ない危ない、触れちゃう、触れちゃうよ、触れちゃうよ、危ない危ない。はい、危ねえ。イェイ。あれ？これは？あ、あ、やばいやばい、やばいやばい。あ、うちょ、えへへ、当たっちゃったんだけど、あの、ちょっと当たっちゃった。ふざけんなよ。あ、あ、出てきた。またここからか。あ、増えてるね。ちょっと待って。おっしゃい。あ、もうこの辺余裕でっちね。でっちってって。大丈夫大丈夫。ほっ。見えないよ。あ、見えない見えない。あぶ。よし、いけるぞ。だ。よし。ああ、で、最後だ。何に、何が、何が、あの火の玉当たっちゃいけなかったのか。危ない危ない。よし、さあ問題は次だ。危ない。お、当たっちゃう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 、当たっ、あれ、危ない、当たっちゃう、当たっちゃう、当たっちゃう、おちょ、危ない、当たっちゃう、ほい、あれ、あちょ、危ない、危ない、あ、当たっちゃう、当たっちゃうよ、あちょ、お、危なかった、危なかったよ、おー、ほうほうほう。あ、今のちょっと気合が入っちゃっただけ。こっくりさんなの？もう飽きたって言ってくれない？こっくりさんいなくなっちゃったのかな？全然いいけど。帰ってくれ。こっくりさん、こっくりさん。あ、帰った。それ帰った合図でしょ。燃えるの？あ、メモリー。これは透明なビー玉？僕このビー玉越しに夕日を見たことがある。何それ、ちょっとおしゃれなことしてんじゃん。そうだ、これは昔僕が持っていたもの。どうして忘れてしまってんだろう。夕日の眩しさを思い出した。うん、何それ、歌詞かよ。あ、これももしかして次のメモリーにつながる。透明なビー玉、思い出を見返す。
はあ。あ、麦。カラス。麦大丈夫だった？大丈夫だったか麦。にゃ、いい子だね。あれ逃げなくていいんじゃないか？あ、待って。待ってよ。あれ？これハイビルじゃん。例の。麦入ってっちゃった。ここってずっと使われてない古いビルだよね。あんまり入りたくないけど。連れ戻さないと。あ、ムキはどこまで行っちゃったんだろう。ん？ああ、自分で行けと。はい。あ、何？その黒いものは何？ああ、触れた。え？いや、え？あ、え？あ、お姉さん。こんなところに誰かいる。ちょっと色が褪せてるけど。にゃ？あ、麦？いや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 、いないのかよ。あれ？今の人は。なんかもうあのお姉さん死んでるんじゃないかって気がしてきたよ。そうだ、思い出した。僕は麦を追ってあのビルに入っていって、それで僕はあのお姉さんを知っているはず。でもなんだか変だ。変だね。僕はあの時声をかけなかったんだっけ。何その。もっとちゃんと思い出さなきゃ。一度お家へ帰ろう。セーブする。ただでセーブできるのか、ありがてえな。あ、いいね、勝手に戻ってくれるんだ。いやー、とりあえずこれで一段落って感じかな。ん？ちょっと休んでこっか。あ、なるほど。ただセーブここでできるのか。で、今何時だこれ。今何時だ。11時半。11時20分になろうとしているというとこか。なるほどね。いや、どうしようか。あと思い出すのが犬の紐と稲なんだよね。あ、犬は思い出してんだっけ。あとは犬の紐。ちょっと思い出しとこうか、とりあえず。犬のおもちゃ思い出します。あ、お姉さん。ん？犬？うう。ん？おいよ。白目向いてるけど。大丈夫？黒目がない。う？う？何に驚いた？早く喋るなよ。あ、喋るな。あ、犬。あ、犬。え、それ犬がボスになっちゃうやつじゃない？大丈夫か。次どっち行こっかな。ね、なんか花丸ついてんだよなこれ。花丸ついてるから、とりあえずワンちゃんの方行くか。
犬。次犬編かな多分ね。まあいいや、じゃあこの辺で終わりにしましょう。また次回お願いします。さらば。